カール・リヒャルト・レプシウスはドイツのエジプト学者、プロイセン王国によるエジプト遺跡調査を指導した。レプシウスはナウムブルクに生まれた。ライプツィヒ大学、ゲッティンゲン大学、ベルリン大学で学び、イグウユウムの青ドーバンに関する論文によって1833年にベルリン大学の博士の学位を取得した。同年パリに移り、翌1834年の 言語研究の道具としての小文字学によって、ボルネー賞を得た。当初レプシウスは小文字学と比較言語学の研究者として活躍していたが、1832年のシャンポリオンの死によってエジプト学の火が耐えることを恐れた、文前やフンボルトの勧めによってエジプト研究に移った。レプシウスは4年間にわたって、イタリア、オランダ、イギリスを旅行して、 各地で収集されたエジプトの遺物を調査し、1837年にイタリアでヒエログリフに関する最初の研究、ロッセリーニ氏への手紙を交換した。この論文で、レプシュースはシャンポリオンの体系を再検討し、ヒエログリフには一字で二つ以上の死因を表す文字があることを明らかにした。ギザの大ピラミッドの上でフリードリヒビルヘルム四世への誕生日を祝う。 調査団の一行1842年から1845年にかけてプロイセン王国の国王フリードリヒビルヘルム4世はエジプトへ大規模な遺跡調査隊を送った。レップシュースはその葬式者を務め、南はスーダンのハルツームから北はシリアに至るまで調査した。調査隊は新たに30基のピラミッドを発見し、130基のマスタバを調査した後、 一万五千点以上に上る膨大な資料をベルリンに持ち帰った。帰国後の1846年にレプシウスはエリーザベト・クラインと結婚し、ベルリン大学のエジプト学教授に就任した。調査の結果は1850年代の10年間をかけて巨大なエジプトとエチオピアのモニュメント全12巻にまとめられた。この書物はプロイセンの国費で交換され、国費をかけて、 フランスのエジプト史を強く意識した豪華な作りになっていた。レップシュースは1865年にベルリンのエジプト博物館の館長、1873年に王立図書館の館長に就任した。1866年に再びエジプトを訪れ、エジプト第21王朝の首都タニスの遺跡でカノプスチョクレイを発見した。この碑文はロゼッタストーンと同様に、 ヒエログリフトデモティックの古代エジプト語及びギリシア語で書かれていたがエジプト語部分をシャンポリオンの方法で読んだ結果がギリシア語部分によく一致した。これによってシャンポリオンの解読が正しいことが明らかになった。デプシウスは67期からなるピラミッドのリストを初めて作成した。エジプトとエチオピアのモニュメント以外にもエジプト関係の多くの著書を残した。 19世紀にはアフリカなどの無文字言語のために聖書を翻訳する必要が生じ、ロンドンでそのためのラテン文字による表記方法に関する会議が持たれた。レプシウスは汎用の標準的なラテン文字表記方法を提案し、すぐさま英国聖公会選挙協会で承認された。レプシウスは当時ほとんど知られていなかったヌビア語をはじめとするアフリカ諸言語を研究した。 代表的な著書に晩年のヌビア語文法がある。ありがとうございます。